各兵団の精鋭たちによる必死の活躍によりウォールローゼ内地に現れた巨人たちはあらかた撃破された。しかし内地に現れた巨人の謎はついに分からず、兵士たちは言い知れぬ不安を抱えたまま町へ帰還した。兵長、奴らを逃がしたまま帰還してよかったんでしょうか。見つけて殺すまで壁内をさまよいたいならお前だけそうしたらどうだ。壁に穴は開いてなかったということは、奴らは壁を自由に越えられる可能性が高い。だとすれば向こうから現れてくれるのを待つしかないということですよね。ああ、壁内に現れた普通の巨人たちは壁を越えられないと思うけど、うん、そこが不思議なところなんだけど。今の音、まさか。エレン、クソ。ガキども、ぼさっとすんな。巨人どもをただ眺めるのがお前らの仕事か。この世界を地獄に変えたのはあいつらだ。駆逐してやる。また繰り返すつもりなのか。今は感情的になっている場合じゃない。とにかくこの街で止めないと。頼んだぞ。私も行く。超大型巨人が動いた。オート側の壁も壊すつもりなのか。そうなれば人類の活動領域を致命的に狭まる。何としてもここを死守するんだ。頼んだぞ。エレン、私はあなたを守る。ついてこい。エレン、僕も行くよ。超大型とはいえ巨人に変わりはない。まずは足を崩して動きを止めるんだ。私は例の兵器を準備するから目標地点まで援護してくれ。分隊長、手伝います。今度こそ駆逐してやる。よし、今だ。攻撃するんだ。やってやる。頼んだぞ。もちろん。了解。了解だ。よし、兵器の準備ができたよ。これで超大型巨人を狙う。救援要請。一緒に来てください。一緒に行く。駆逐してやる。
べ物にならん。しやがれ。巨人を倒さなきゃ進めなさそう。早く兵器の準備しないと超大型巨人が来ちゃうのに。さっさと私とクリスタを援護してくれ。頼んだぞ。巨人の動きが止まった。倒したのかよ。だけど姿は消えないぞ。助かった。悪いな、アルミ。兵器の準備完了したよ。助かった。急いで行かねえと。このでけえ害虫が。さあこの巨人手強いぞ。例の兵器を準備しねえとヤバいのに。誰か目標地点まで援護してくれ。了解。援軍ちょうどよかった。力を貸してください。近づいてきたぞ。壁を壊される前に早く止めて。超大型巨人の体勢が崩れた。今なら胴体部分にも攻撃が届きそう。攻撃してくる。避けて。準備完了だ。超大型巨人め、いつでも来やがれ。超大型巨人が手をついたぞ。状態を支えきれなくなったんだ。あれは救援要請。急行します。動きが止まった。今なら直接同じを狙える。やってやる。このでけえ害虫が。駆逐してやる。このでけえ害虫が。巨人に食われちまう。誰か手を貸せ。援軍に来たのはいいが悲惨な状況だな。巨人がしこたま入ってきちまってるぜ。せめて敵上の補填砲台を使えれば数を減らせるかもしれないが。
事だったか。援護を頼む。劇場の固定砲台を使いたいんだ。お前たちまだ生きていたか。力を貸せ。劇場の固定砲台を使って巨人を撃つ。援軍が救援されてちゃ世話ねえな。助かったよ。さて俺は砲台に向かおう。準備に向かう。間に合ったみてえだ。ここが人類の存亡を決める瀬戸際だ。超大型巨人に絶対に壁を破壊させるな。食い尽くしてやる。
まだ中身がその辺にいるはずだ。巨人の体をまとっていた野郎が。よせ。兵長、なんで。トロストクで奴が消えた時と同じだ。中にいた奴は用意していた立体起動装置でもう遠くへ逃げているよ。卑怯者が汚れぞ。エレン、くそ、あと一歩で。お前のやるべきことはその時々の感情に身を任せることか。足りねえ頭でよく考えろ。お前がこれからできることをな。本部へ戻るぞ。いつか必ず駆逐してやる。一匹残らず。